海上自衛隊親潮潜水艦が、ついに、退役との情報をキャッチしました。今回は、親潮退役で、今後海上自衛隊潜水艦隊は、どう変化するのかを詳しく見ていきますね。展示してほしいけど、やはり、最高機密にあたる、潜水艦情報、無理ですよね。見たい。2022年12月16日に日本の岸田内閣はいわゆる安全保障関連の3文書の内容を改定した上で閣議決定し、これらに基づく形で防衛予算の増額を進め、その2023年度から2027年度までの累計額はおよそ43兆円を超過することが見込まれている。現在の予定では2027年度の防衛予算の GDP に対する比率は、NATO 加盟国が目標として掲げている 2% に到達するとめされており、従来と分母が異なる海上保安庁等の予算も合算しているとはいえ、増加は間違いない。日本政府としては、増額させる防衛予算の使い道として、これまでにも強化を表明してきた、スタンドオフミサイルへの注力を大きく打ち出しており、キレにまつわる装備品の調達の拡充が大きなウェイトを占めている。日本政府の言うスタンドオフミサイルとは、敵の迎撃用の防空ミサイル等の射程圏外から攻撃を行うことが可能なミサイルを指しており、特に近年は日本の最大の仮想敵国となった中国の艦艇に搭載されたそれらを対象としている。つまり、有事の際に、日本の領海や領土に進出してくる中国海軍の艦艇を主たる標的とし、その接近を防ぐための長射程ミサイルのことを、スタンドオフミサイルと総称しており、国産化とアメリカからの調達を並行して行う予定である。国産のスタンドオフミサイルの代表例としては、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型があり、現行のオリジナルが最大でも射程距離は百数十キロメートルと言われていることに比して、その大幅な延伸が目標とされている。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の場合、その最大射程距離はひとまずおよそ900キロメートルほどが想定され、次いで最終的にはおよそ1500キロメートルほどまで延伸することを視野に入れており、現状とは、桁違いの射程が基とされている。また、オリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、地上から、装輪式の車両に搭載して運用される形式であることに対し、それ以外にも、航空機に搭載して運用する形式や、艦艇に搭載して運用する形式へと、バリエーションの拡張も含まれている。これら人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、未だ開発途上であるため、それらの実戦配備までの期間を埋める兵装として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されており、こちらは、主として、水上戦闘艦への実装が期待される。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型にせよ、トマホーク巡航ミサイルにせよ、対艦攻撃能力以外にも対地攻撃攻撃能力も備えているため、長射程のこれらは、以前であれば、敵基地攻撃能力と呼ばれていた種類の兵装に該当するものだ。日本の政治的には、こうした敵基地攻撃能力という言葉は文字通り攻撃的であり、専守防衛を掲げる自衛隊には馴染まないとの見方や、ミサイル自体の長射程化を適切に表す意図もあってか、反撃能力という呼称に置き換えられてきた。このあたりの言い換えは、戦後の日本が置かれた自衛隊やその装備に対し、他の国の軍隊では考えられないほどの制約やしがらみが根深いことを痛感させられるが、ロシア・ウクライナ戦争の発生は、そうした前提を断ち切る方向に作用した気がする。そして、
スタンドオフミサイルや反撃能力といった言葉が、日本でもそれを必要と認識する側が多数派となったことも反映して、今後は、VLS、垂直発射艦を搭載した潜水艦の実験艦の建造も進めることが決定している。これまでの海上自衛隊の潜水艦といえば、通常動力型で、かつ、6門の533ミリ、魚雷発射艦を主兵装として、そこから、長魚雷や対艦ミサイル等を運用する形式で統一されていたが、今後、波長射程の対地攻撃も視野に入れることを意味する。現時点では、VLS、垂直発射艦を搭載した潜水艦には、そこから運用する兵装は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を、潜水艦搭載仕様に改めたもので、アメリカから調達されるトマホーク巡航ミサイルは想定していない模様だ。さて、そんな、ついに、VLS、垂直発射艦を搭載した、潜水艦の検討を開始した海上自衛隊の中にあっても、依然、その主力は、昨年2022年3月に、最新鋭の太平型の一番艦にして、ネームシップの太平の就役によって達成された22隻の潜水艦隊である。今年2023年3月にも、太平型の2番艦、和久芸も就役を迎えており、入れ替わりで、一番艦の太平が新たな潜水艦用の新装備を試す目的の艦艇へとスライドし、潜水艦隊の22隻の実戦配備数が維持されると考えられている。この海上自衛隊の潜水艦隊の現行の22隻体制の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、太平型が1隻という構成になっており、最も古い親潮型は全11隻が建造されたが、すでに2隻は実戦配備から外れている。そして、それは親潮型の1番艦である親潮と2番艦の満潮の2隻であり、すでに前者が2015年、後者が2017年に実戦配備から除外されて、練習用の潜水艦へと用途が変更されていたが、ここにも新たな動きが発生した。練習用の潜水艦となっていた一番艦の親潮が、この2023年3月17日にその任務を終えて退役することが決まり、1994年に寄港、1996年に進水、1998年に就役した、通算25年にも及んだ運用期間に幕を下ろしたのである。実は、この、親潮の25年間という、就役期間は、歴代の海上自衛隊の潜水艦の中でも、これまでで最長だったもので、現行の潜水艦隊22隻ではなく、その前の16隻体制であれば、もっと、早期に退役を行っているはずでもあった。諸外国の潜水艦の就役期間を見渡してみれば、実際の航行距離等は置いておくとしても、期間のみであれば、25年以上、就役を継続している艦も、当然のことながら多数存在しており、いかに、海上自衛隊が、潜水艦を重視しているかの証左でもあるだろう。そんな、親潮だが、基準排水量は2750トン、水中排水量は3500トン、全長は 82.0 メートル、全幅は、8.9 メートルの艦体を持ち、前級にあたる春し、小型までの累積型から、葉巻型に、艦艇の形状が改められた点が特徴である。親潮型以降の双竜型、そして、最新鋭の太平型と、葉巻型の形状は踏襲されており、今に続く、その海上自衛隊の潜水艦の形状は、親潮型から開始されたといえ、近年の標準を作り上げたと解釈できる。
親潮は、その機関部には、川崎重工業社製の 2V2525S ディーゼルエンジンを、2機とモーター1機を搭載する、ディーゼルエレクトリック方式で、水中の最大出力は7700馬力、速度は、水上12ノット、水中20ノットを発揮する。親潮型の建造は前述したように、1994年から開始されたが、その11年ほど前の1983年から B3C 哨戒機が実戦配備された時点で、それまでの海上自衛隊が保有する既存の潜水艦は、機関を停止し潜航した状態でも、同機に探知される事態に見舞われた。同年に行われた演習では、こうして既存の潜水艦が、ことごとく P3C 哨戒機に探知されたに止まらず、それらが装備する追戦兵装にて、撃沈の判定も相次ぎ、海上自衛隊としては、以後の潜水艦に、さらなる静粛性の向上とステルス性を追求することとなる。親潮型は、こうして、従来のパッシブソーナーに対応した艦艇から、アクティブソーナーへも、同様に対処能力を高めることとなり、渦潮型の3番艦で、当時試験用途に用いられていた、イソ潮のデータをもとに、その機能を実装していった。近年の海上自衛隊は、毎年1隻ずつ、の潜水艦を新造して就役させるサイクルを継続させており、最新鋭のタイゲイ型も、このスケジュールに則って、建造が行われており、来年2024年以降も、その収益と入れ替わりでの親潮型の退役が予想される。